全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第1節、シエロ対ヴェルディ。残念ながら曇り空のために星を見ることはできません。今日の天気、 J リーグセカンドステージついに開幕ですが、どうご覧になりますか？前回のシリーズでは大きな活躍は見られませんでしたが、今回のシリーズでは力のあるところを見せてほしいですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半14分、ヴェルディ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ロングパス、エンブー、津波、ビスマルク、津波、ファインゴール。前半25分、ヴェルディ、1点を先制しています。左に叩きます。加藤、カットしました。エンブー、北沢、アルシンド、北沢、ファインゴール。武田、いい位置からのフリーキックを得ました。選手がゴール前に一列に並んで壁になります。直接狙った、キーパーがっちりとキャッチ。前川、まさに守護神と言っていいでしょう。一方的なペースで試合を進めました。さて、この前半の展開を振り返ってどうでしょうか？後半は攻めの人数を増やしてくるんじゃないですかね。このままでは追いつけませんから、積極的な手を打ってくると思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。間もなくキックオフです。さあ、後半45分のスタートです。後半26分、シエロ、2点を追う苦しい展開となっています。前田、止められない。パス、ルンガ、ボールを運びます。フェイント、パス。決して悪いフォワード陣ではないんですけど、もう少し決定力が欲しいところですね。森島、うまくつないだ。前田、小倉、高木、小倉、外してしまった。菊池、かろうじてこのピンチを乗り切りました。ここで試合終了です。0対2、ヴェルディ、この試合を見事制しました。この試合をどうご覧になられましたか？完敗ですね。守備を完全に崩されてしまいましたね。守備の安定はこれからの課題ですね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第2節、セレッソ対シエロ、非常にいい天気に恵まれました。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半戦の序盤、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。前田、ルンガ、このボールを受けました。ラモス、ゆっくりとボールを回しています。ルンガ、素晴らしいコンビネーション。止まらない、まだ止まらない。ミドルシュート、ボールが切れていきました。悔しがっています。高木、この位置ではちょっと角度が厳しいか。直接狙った、キーパー空中でキャッチ。ジルナ、堅実なプレーを見せます。まもなく前半25分を経過しようというところ、セレッソ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。いった、ゴール、ゴールに強引に押し込みました。前川、やっくりと膝をつきます。両クラブ最後の決め手を書きました。この1点のビハインドをどう見られますか。そうですね、とにかく早い時間に同点にしておきたいですね。時間が経つと焦りが出てしまいますから、立ち上がり15分が勝負ですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。まもなくキックオフです。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半36分、セレッソ先制ゴールを決め、1対0と勝利に近づいています。トニーニョ、フェイント、トニーニョ、村田、横山、トニーニョ、ゆっくりとボールを回しています。ドキドキ、止まらない、まだ止まらない。マルキーニョ、一瞬の隙を突いて決めました。見事に決めました。ここで試合終了です。2対0、セレッソ、この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか。完敗ですね。守備を完全に崩されてしまいましたね。守備の安定はこれからの課題ですね。
皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第3節、サンフレッチェ対シエロ。上空は星が夜空に輝いています。もう間もなくキックオフです。さあ試合開始です。前半14分、サンフレッチェ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。柳本、素晴らしいコンビネーション、左に叩きます。森安、止められない。小島、コーナーからゴールを見つめます。ここからどう展開するのか。上げた、橋、キーパー止めた。現在のところ得点はありません。前半の攻防はどうだったでしょう。決定的なチャンスは何度かあったと思うんですが、得点につながりませんでしたね。後半になって疲れが出てきたあたりが勝負の分かれ目だと思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半もすでに25分を経過しました。シエロ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。パスを出します。ルンガ、ドリブル、ラモス、うまくつないだ。ルンガ、いった。三浦、これはクリアします。ノジュンユン、周りの状況がよく見えています。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0対0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。さて前後半の試合を振り返っていかがでしょうか。前半に続いて後半も両クラブ攻めあぐねていましたね。ここからは V ゴール方式の延長戦に入るわけですから、今度はかなり積極的な攻防が期待できると思いますよ。さあここまで点の取り合いでしたが、次の得点はそのまま決勝点となります。試合は延長戦へと突入します。さあいよいよ延長戦のスタートです。延長開始直後、サンフレッチェ。さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。ロングパス、ハイレベルのドリブルですね。あのフェイントはちょっと止められないですよ。小島、ヘディングシュート、もう一度シュート、前川、ナイスセーブ。非常にいい動きをしています。小倉、蹴る前にゴールを見つめます。蹴った、これはどうだ、クリア。佐藤、周りの状況がよく見えています。ホイッスルが鳴って延長戦前半が終了です。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。今ホイッスルが鳴って延長戦最後の15分がスタートしました。延長後半の序盤、サンフレッチェ、ビールの一杯に広がります。このパスが通った、ドリブルで攻め上がります。ここからどう展開するのか。風間、足、ゴールネットに突き刺さった。 V ゴール、延長戦に決着、ついに決着がつきました。1対
0。サンフレッチェ延長戦を V ゴールで制しています。今日の試合はどうでしたか？最後の最後にやられたという感じですね。ここに来てかなり選手たちも疲れていましたから、動きの悪くなったところをうまく疲れたという感じですね。これは残念でした。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第4節、シエロ対ガンバ、非常にいい天気に恵まれました。もう間もなくキックオフです。さあ試合開始です。前半24分、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ブンガ、素晴らしいコンビネーション。ラモス、ここでフィント。ラモス、森島、小倉、森島、外してしまいました。これは決めなくてはいけません。本並、かろうじてこのピンチを乗り切りました。現在のところ得点はありません。前半の攻防はどうだったでしょう？前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか？さあ後半開始の笛が鳴りました。後半26分、ガンバ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。かろうじてパスが通ったという感じですね。後半36分、シエロ、このまま試合も終盤に差し掛かろうとするところ、両者譲らず0対0のままここまで来ています。トイコビッチ、倒された、レッドカード、次の試合には出場できません。近藤、退場です。すごすごとグラウンドから出ていきます。
後半36分、ガンバ選手が上がっていきます。大江の木、先ほどから試合に入っています。三浦、これはファン宮本、ここでフェイント、フェイントをかけます。ドリブル、ロングパス、うまくつないだ。山口、外れてしまいました。残念。前川、なんとか守りきりました。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0対0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。さて、ここまでの両クラブの展開はどうでしょうか。どうも前半後半ともにお互い決定的な場面が少ないですね。延長戦はもっと積極的にチャンスを作っていってほしいところですね。さあ、ここまで点の取り合いでしたが、次の得点はそのまま決勝点となります。試合は延長戦へと突入します。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく延長前半の開始です。ガンバ選手が上がっていきます。三浦、タッチライン沿い、ドリブルで攻め上がります。左に叩きます。山口、上げた。前川、直接キャッチしました。体が反応しています。ホイッスルが鳴って延長戦前半が終了です。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。笛が鳴って延長戦の後半が開始されました。延長後半開始早々、ガンバ、ここからどう展開するのか。スベイル、磯貝、強引に行くか。木場、誰にパスを出すのか。飛び込んできた。山口、これは大きく外れました。前川、かろうじてこのピンチを乗り切りました。山口、 PK です。いった。これはどうだ。クリア。大江の木、周りの状況がよく見えています。試合は PK 戦に入ります。さて、これから PK 戦に入るわけですが、その前に先ほどの延長戦はどういった展開だったのでしょうか。両方とも相当疲労が表に出ていましたから、なかなかチャンスをものにできませんでしたね。しかし見応えのあるゲームでしたよ。試合は PK 戦に入ります。小倉、蹴りました。インゴール。ヒルハウス、思い切り打ちます。インゴール。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。三浦、蹴りました。決めました。山口、蹴りました。入った。高木、蹴った。インゴール。いい反応を見せたんですがね、わずかに及びませんでした。木場、
思い切り打ちました。これは痛いミスです。ちょっと精神力が足りませんね。ボールから気持ちが離れていますよ。ストイコビッチ蹴った入った本並蹴った決めました。ブーンザ蹴りました。サポーター大歓声を上げています。ついに決着がつきました。シエロ PK 戦の末勝利を収めています。この試合をどうご覧になられましたか？この試合すっきり決められませんでしたが、それでも PK 戦による勝利は大きいですよ。これで逆に負けると疲れだけが残るものなんですよね。全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第5節、シエロ対ジェフ。月も雲の中に姿を隠しています。今日の試合、ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。前半戦始まったところ、ジェフ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。右に叩きま、後藤、どんどん切り込んでいきます。ルーファー、
これが決まった。前川どうもしっくり来ないようです。上 PK です。蹴った、そこに選手が詰める、クリア。ブッフバルト、周りの状況がよく見えています。前半26分、シエロ、早くも1点を追う展開を強いられました。カウンター、ルーファー、この位置ではちょっと角度が厳しいか。蹴った、ナイスセーブ。前川、堅実なプレーを見せます。前半37分、ジェフ、ここからどう展開するのか。ショートパス、パシリービッチ、ボールを運びます。オブラ、強烈なタックルです。両クラブ最後の決め手を欠きました。前半の攻防はどうだったでしょう。1点差ですからね、これ以上点を取らせないようにしのいでいけば必ず後半にチャンスがやってきますから、そのチャンスを確実に生かすことができれば必ず追いつけますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。試合の流れを変えることができるのか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半開始早々、ジェフ、依然として1対0と1点のリード。チャノ、フェイント、このパスが通った。デジリ、ドリブル、右に叩きます。左サイド、秋葉、上、前川、ナイスセーブ。秋葉、コーナーからゴールを見つめます。チャンスになります。蹴った、上、キーパー止めた。後半12分、シエロ、1点を追うゲーム展開です。ルンガ、ショートパス、ラモス、ここでフェイント、通りました。ロングパス、高木、これはコートを同点に追いついています。後半24分、シエロ、同点のまま試合は流れていきます。ラモス、チャンスになります。森島、これはいい位置にいました。センタリング、オブダ、マスロバル、カットしました。後半26分、ジェフ、同点のまま試合は流れていきます。左に叩きます。茶野、パスを出します。高木、このボールを奪いました。後半26分、シエロ、現在のところ同点で試合は進行しています。大江の木、先ほどから試合に入っています。小倉、これは下川、直接キャッチしました。小倉、蹴る前にゴールを見つめます。蹴った、飛び込んできた、高木、ゴール、ゴール、ゴール。
ろ。1点リード。このまま逃げ切れるか。ロングパス。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。宮澤、止める。ストイコビッチ、一気に攻め上がります。よく状況を理解していますよ。上げた。森島、クリア。中西、よく反応しました。試合終了の笛が鳴りました。2対1シエロ、見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか？点差が示す通り非常に緊迫したいい試合でしたね。両方とも実力通りのプレーを見せてくれて、サポーターも満足ではないでしょうか。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第6節、グランパス対シエロ、非常にいい天気に恵まれました。序盤戦の調子はどうですか？今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないと、さすがに追いつけなくなってしまいますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。前半の立ち上がり、シエロ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ロングパス、ラモス、うまいフィント。平山、止めることができない。ラモス、誰にパスを出すのか。森島、通りました。バランスを崩してしまいました。一瞬の隙をついて決めました。小倉、ゴールに強引に押し込みました。岡山、 PK です。いった、飛び込んできた。森山、ゴール。グランパス、とうとう同点に追いついています。
前半12分、グランパスサイドに広がります。飯島バックパス、高木止める、飯島一気に攻め上がります。ドリブル、ラモ、前半26分、シエロ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。フェイントをかけます、パス、大江の木、フェイント、メンバーを見るとやや弱い部分もありますね。あとは戦術面で何とかしていくしかないでしょう。前田、ここでボールを取られました。両クラブ全くの互角の戦いをしています。さて前半の試合展開をどう見られますか。そうですね、見ていて緊迫感があっていい試合ですね。攻撃陣はどちらも調子はいいようですから、この後半戦が楽しみですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。一体どういった展開になるのでしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半12分、シエロ、現在のところ同点で試合は進行しています。ストイコビッチ、隙をつくことができない、中西止めた。後半36分、シエロ、サイドに広がります。パシ、スライディング、決して悪いフォワード陣ではないんですけど、もう少し決定力が欲しいところですね。ショートパス、ロ、森島、三浦、これは誰もいません。ややディフェンスが手薄になっていました。ここでホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は1対1、同点。静まる緊迫した試合展開となりました。ここまで得点シーンが見られませんでしたが、何が足りないのでしょうか。両クラブとも持ち味を出したいい試合をしていますよ。ここからは一瞬の油断で勝負が決まってしまいますから、集中力の勝負ですよ。さあここまで点の取り合いでしたが、次の得点はそのまま決勝点となります。まもなくキックオフです。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく延長前半の開始です。シエロ、サイドに広がります。ブッフバルト、先ほどから試合に入っています。相馬、パス、中西止める、相馬、速い攻めで一気に崩すか、ロングパス、森島上げた、三浦クリア、飯島よく反応しました。ホイッスルが鳴って延長戦前半が終了です。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。笛が鳴って延長戦の後半が開始されました。延長後半開始直後、グランパス、フィールドいっぱいに広がります。パシ、ドリブルしながら周りの状況を見ます。ここでフェイント、パスを出します。トーレス、ショートパス、中西、きれいにボールがつながります。どうだ、パシ、これが決まった。これは俗に言うごっつんゴールでした。ゴール、延長戦に決着。
ここで笛が鳴って延長戦終了です。2対1グランパス、延長 V ゴールで勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか？最後の最後にやられたという感じですね。ここに来てかなり選手たちも疲れていましたから、動きの悪くなったところをうまく疲れたという感じですね。これは残念でした。皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第7節シエロ対ベルマーレ、序盤戦の調子はどうですか？今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないとさすがに追いつけなくなってしまいますよ。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半38分、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。ストイコビッチ、ショートパス、前田、蹴った、三浦、ゴール、ゴール、完璧な攻めでした。前半39分、ベルマーレ、フィールドいっぱいに広がります。ベッチーニョ、アイコンタクトだ、ロングパス、アウミール、ロングシュート、ルンガカットしました。アウミール、フリーキックです。直接狙った、パンチングで弾いた、クリア、ルンガ、いい判断でした。両クラブ最後の決め手を書きました。なかなかいいリズムでここまで来てるんじゃないですか？そうですね。しかし1点のリードではまだまだ安心はできませんよ。後半は当然相手は攻撃的な布陣に変えてくるでしょうから、早い時間にもう1点欲しいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、
まもなくキックオフです。いよいよ後半45分のキックオフです。後半戦の序盤、ベルマーレ1点のリードを許しています。ベッチーニョうまくつないだ。とうとう同点に追いついています。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は1-1、同点。息詰まる緊迫した試合展開となりました。ここまで得点シーンが見られませんでしたが、何が足りないのでしょうか。非常に見応えのある試合ですよね。力的にはほぼ互角といった感じでしょうか。延長戦は V ゴール方式ですから、今日の出来からするとどちらが勝つのか予想するのは非常に難しいですね。さあ、ここまで点の取り合いでしたが、次の得点はそのまま決勝点となります。まもなくスタートです。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく延長前半の開始です。ベルマーレサイドに広がります。ロングパス、よく周り見ていましたよ。的確なパスですね。もう少し戦術を理解する努力が必要ですね。タイミング的に合わない部分が目立ちますよ。前田必死に守ります。アウミール止められない。これはこのシュートはキーパーの真正面。前川堅実なプレーを見せます。ホイッスルが鳴って延長戦前半が終了です。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。今ホイッスルが鳴って延長戦最後の15分がスタートしました。ベルマーレチャンスになります。縦パス、岩本このボールを受けました。夏か攻め込むチャンスを伺います。岩本素晴らしいコンビネーション。メッチーニョここでフェイント。奈良橋ここからどう展開するのか。メンバー的にやや。アウミールゴール V ゴールゲームに終止符を打ちました。ここで延長戦終了のホイッスルが鳴りました。1-2、ベルマーレ延長 V ゴールで勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。最後の最後にやられたという感じですね。ここに来てかなり選手たちも疲れていましたから、動きの悪くなったところをうまく疲れたという感じですね。これは残念でした。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第8節、レッズ対シエロ。あいにくの雨となりました今日の試合。序盤戦の調子はどうですか？今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないと、さすがに追いつけなくなってしまいますよ。もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。試合開始早々レッツ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。杉山、ボールをフェイントをかけます。左に叩きます。前田、必死に守ります。杉山、止められない。蹴った、広瀬、ゴール。前半13分、シエロ、早くも1点を追う展開を強いられました。ハイレベルのドリブルですね。あのフェイントはちょっと止められないですよ。ラモス、ストイコビッチ、立てます。通りました。加藤、ここでボールを取られました。影山、ゴール前激しいプレー。小村、ボールが切れていきました。田口、思いっきりのいいプレーでした。前半26分、レッツ、フィールドいっぱいに広がります。どうしても今の中盤ですと能力的にやや不利な展開が多くなりますよね。岡野、ボールを運びます。岡野、広瀬、フェイント。岡野、前半27分、シエロ、早くも2点のビハインド。早いうちに何とか1点を返したい。ルンガ、オブダ、ルンガ、ボレーシュート。これは大きく外れました。七田、かろうじてこのピンチを乗り切りました。前半27分、レッズ、早くも2点を奪い、かなり余裕のある展開を見せています。三浦、かわされてしまいました。岡野、シュート、ゴール。前川、手を伸ばすが届かない。前半38分、シエロ、早く1点を返さなければいけません。相馬、スバ、決して悪いフォワード陣ではないんですけど、もう少し決定力が欲しいところですね。一方的なペースで試合を進めました。さて、この前半の展開を振り返ってどうでしょうか？いやー、そうですね、取られてしまったものはしょうがないですから、後半戦はとにかく全員で攻めて、少しでも点差を縮めていってほしいですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。奇跡は起きるのでしょうか。さあ、後半開始の笛が鳴りました。後半14分、レッツ、大量リードで選手に余裕がうかがえます。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。チョンキジェ、速い攻めで一気に崩すか。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。ラモス、抜く、内橋、
積極的に前に出ていきます。土橋、広瀬、走り込んでいる、ゴール福田、ゴールに強引に押し込みました。後半16分、シエロ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。森島、先ほどから試合に入っています。ショートパス、ロングパス、ラモス、フェイント、ドリブル、ドリブル、土橋、反則スレスレのスライディングだ。高木、面白い位置からのフリーキックです。ゴール前に壁を作ります。蹴りました、外してしまいました。これは決めなくてはいけません。もったいないことをしました。後半26分、シエロ、早く1点を返さなければいけません。前田、ドリブルしながら周りの状況を見ます。フェイント、ショートパス、ルンガ、フェイントをかけます。ラモス、このボールを受けました。ロングパス、ゴール前、森島、三浦、小倉、三浦、エクセレント、ビューティフルゴール、シエロ、その差を1点として追撃します。小倉、蹴る前にゴールを見つめます。いった、そこに選手が詰める、クリア、田口、いい判断でした。ここで試合終了です。4対1、レッズ見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。それにしても全く守れない試合でしたね。今日のディフェンス陣にはたくさんの課題が残りましたよ。守備強化を早急に練る必要がありますね。